1981年のコース1981年のルマン24時間レースは49回目のルマン24時間レースとして1981年6月13日から6月14日にかけてフランスルマンのサルトサーキットで行われた。1982年からの新規定導入前の最後の年であり、先取りで グループ6の3リットル以上のマシンの出走が認められた。ワークスポルシェは936にインディ500用 2649cc から予選ブースト600馬力以上を発揮する935-76型エンジンを搭載したポルシェ936-81を開発した。またユルゲンバルト、バルターロール組で 2478cc。 直列4気筒ターボ FR マシンのポルシェ 944LM1 号車を参戦させた。これに対抗するロンドンも、フォードコスワース DFV エンジンを3.3リットルに拡大した DFL エンジンを搭載した。1980年のルマン24時間レースを欠場して継続的に参戦する体制を模索していた東洋工業は十分なノウハウを持つ。 外国人とチームを組むことにした。大橋隆史が組む候補として考えたのは当時、マツダ RX-7 で、イギリスサルーンカーレースを戦っており1979年に、知人となっていたトム・ウォーキン賞と、地元フランスの英雄ジャンロンドーであった。大橋は1980年サルーンカーレースを見に、行った際に一緒に、ルマンを戦う胸トム・ウォーキン賞に提案したが、 トム・ウォーキン賞は、体制が整っていないため、興味がないと断った。しかしその後も大橋は誘い続け、1981年初めに、トム・ウォーキン賞は同意した。大橋は順をスポンサーとして獲得し、マツダ RX-7.253 で、前回と同様イムッサ、GTO クラスから出場、ドライバーは、イクザワ・沢ール・トム・ウォーキン賞。 ピーター・ラベット組が37号車、寺田陽次郎、福下博士、ウィンパーシー組が38号車をドライブした。フランス・マツダは援助の手を差し伸べたが、広島の東洋工業本社は、あれは、マツダの活動ではない。マツダ王と東京が勝手にやっていることだと言って、はばからなかった。エンジン出力は 300PS まで向上していた。3年連続参戦となるドームは3年の、 総決算のつもりで当時フォーミュラ1でも採用例が少なかったカーボンファイバーモノコックの意欲的な作品を持ち込みエンジンを十分にオーバーホールして参加したワークスのポルシェ936は早くジャッキー X が前年ポールポジションより10秒以上早い3分29秒44をマークした松田はとにかく予選を通過するのが目標であった エンジンを 8500rpm まで回すつもりが直線に入っても 8200rpm までしか回らなかったがコーナーは格上のマシンにすら追いつくほど早くタイムは一昨年より14秒も向上38号車が4分4秒79の49位37号車が4分7秒18の51位で予選通過したドームは サスペンションのアライメントが狂っており、二日目もエンジン部長でタイムアタックできず、3分47秒43の20位に止まり、この3年で最悪の結果であった。出走は55台。ポルシェ917やフェラーリ 512BB といった、かつての5リットルマシンが登場して古いファンが懐かしがった。ジャッキー X、デレック、ベルクミが乗るポルシェ936。 81の11号車は、スタートから飛び出し、出力向上した分燃費が悪く給油間隔が短かったため一時トップを明け渡す場面はあったものの、3時間を過ぎてからは差を拡大し続けた。松田は38号車が2時間しないうちに、リファレンシャル故障で、リタイア、37号車も、序盤で、トランスミッションからオイル漏れを起こし修理したが10時間で再発。 リタイアとなった。ドームは2時間で8位を走る検討を見せたが、事故で、ペースカーが入りスロー走行中エンジンが不調となり20位台に、低迷、12時間半154周で、バルブ脱落により、リタイアとなった。感想は18台。ジャッキー X、デレック、ベルクミガノルポルシェ936。 81の11号車が24時間で 4825.348km を平均速度時速 201.065km で走って優勝した。これほど長時間トップを走り続けたのは珍しい例である。この車両が示した燃費 1.8km リットルが1982年以降施行されたグループ C のガイドラインとなった。ニーロンドーは 前年に優勝した走行距離を上回り340周を走ったが1位との差は14周もあった。ポルシェ 944LM1 号車は7位で完走した。ありがとうございます。